川隆のラジオの時間。皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、はい、ラジオの時間ですよ。そうですね、本日から、ね、はい、もうなんだろうね、まあ、もちろん毎回毎回タイトルっていうのはあるんだけども、それにこだわらずね、いろんな話をしていきたいなというふうに思います。はい、やっぱりね、なんだろうな、もういろ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 なことがですね、僕の頭の中でもね、その時その時考えることが多いんだけども、そのまま行動していって本当にいいのか、あとあとそれがどうなのかなっていうこととかがね、本当に分からなくなっている。でそれをでもね、原理原則多分ね、生きていく中でいろいろね、歴史とかをずっと見てたりすると、あんま変わってない要素もいっぱいあるような気がするんだよね。はい、でそんなことなんかを僕なりの視点でまとめなきゃいけない。僕別に歴史学者でもないし、何かの先生でもないので、まあいろんなものはそのインプットされる情報で自分の中でこう考えるんだけども、まあ、自分の後経験に照らしながら、あと人から聞いた話含めて多分こんな方向で行くんじゃないかなみたいな話もちょっとさせてもらおうかなというふうに思ってるので、またお付き合いいただければいいかなというふうに思います。まあでも最近ね、国際不動産投資成功塾と言っておきながらラジオの時間になってたわけ。そうですね、しません？はい、だよね。なんでここに来てですね、まあ、ついてきていただいている方、不動産の話以外でもついてきていただいている方も増えてたり、不動産の話をたまにしてもいいのかなっていう気も当然してますので、まあ、いろんな展開になってくると思うんですけど、実はね、僕はなんだっけ、オフィシャルラインみたいなやつをね、涼子ちゃんと一緒に今こうやらせてもらってるじゃないですか。はい、あれ実はあまり告知してなくて、どっから入っていいかもわからないっていうことなんだけど、なんか知らないけど増えてるんだよね。そうですね、うん、少しずつ、少しずつ、ほんの少しずつなんだけど、これってもしかしたらこのポッドキャストの内容をちょっと変えてきたっていうことで、聞く人がもしかしたら面白くと思っていただいてるのかもしれない。だから、まあ、本当にどんなところから話が展開するかもわからないので、まあね、ちょっとそんなことを踏まえてまたやっていきたいなと思います。まあ、基本的に大きく内容が変わる話ではないので。そうですね、はい、じゃあもう今日の話いってみますかね。はい、今回は50歳になると仕事に対する意義を見失うタイミングが来る、落ち込みの谷が最も深いのは50代前半、30代から始まる収入や出世以外の要素は重要だと感じなくなっていくというテーマです。お願いいたします。はい、これね、きっかけは僕が Facebook でつながっている方の投稿から僕がそれを読んでいて、はい、その方はですね、もう年代的に私とあんまり変わらない50代の方なんだけども、まあ、大手の会社にいたんだけど転職をされましたと。で転職といってもどっかの一つの会社に行くというよりも、自分のその方ってもうすごくそのなんていうのかな、人脈が豊富で、でご自分のつてでいろんな会みたいなものを催されてて、要はまあ言ってみれば不動産関係なんだけども、業界の中では知る人ぞ知るような有名な方なんですね。僕はまあ昔その方の会で、お呼ばれしていただいて、セミナー、海外不動産の話をさせていただいたことがあるんだけども、非常にそのアグレッシブにいろんな会社の方とお付き合いがあるという方で、ものすごく今回その、まあ、辞めて違う会社とかの顧問とか違う会社を何社かとお手伝いをしているというような形なんで、まあ、反独立みたいな形なのかな、分かんないんだけど、ものすごくね生き生きされてるわけですよ。でその方が割とね定期的にそのFacebook でそんなようなサジェスション示唆するような投稿を上げていただいてて、そこの中にね、その仕事に対する意義っていうのを見失うっていうのがもう50代、要はね会社に入ります、普通にねサラリーマンとして入ります、20代自分で仕事を覚えるの精一杯で、こっから先まだ夢いっぱいなわけですよ。はい、で30代ぐらいになってくるとだんだんですね、そのまあもちろん独身でずっと働いてればまた自分のことだけなのかもしれないけど、自分の中で立場が増えるわけね。例えば
結婚したらさ、夫という立場を増えるじゃん。で、子供ができたら、例えば男の人だったら父という父親になるじゃない。はい、でっていうと結局やることが増えるわけですよ。でそうなってきた中で、その仕事一辺倒だっていうことだけじゃない中で言うと、会社の中で何を基準に考えていったらいいのかなっていうようなことなんかをやっぱり思っていくわけですね。で、まあ、僕なんかは僕もあったかな、やっぱね、あの最初、まあ、実際も転職もしてないんであれなんだけど、30そこそこになって会社 の, あの、まあ、僕の場合ちょっと特殊なんだけど、20代で課長とかになって、さあもうメンバーも結構いて、でガンガンやれるという立ち位置だったのが、だんだん同じ立場にずっといると、あれもう一回人生考えなきゃいけないのかなみたいな話だったんだけど、もうちょっとまあ皆さんの中で言うと、その中で収入とか出世とかっていうことなんかの要素っていうのがまだそのあたりはあるんだけども、だんだん世間で言うと、まあ、40ぐらいになって自分がこの会社で出世するのかしないのかってみんな分かってくるわけですよ。なるほど、まあ、僕も分かりました、はい、僕ですら分かったというか、あこれ以上はいかないなと。でだって10人に1人じゃないね、全然。例えば役員になっていくって、大きな会社入ったらさ100人に1人とかの世界なわけですよ。あ、そうなんですね、うん、だって同期が何人いて、必ずしも同期の人間が1人ずつあの役員になっていくわけじゃないからさ、3世代から 5世代ぐらい、5歳ぐらいの間の5年代ぐらいの中でこう選ばれていくと思えば、同期が20人いればもう100分の1なわけ、まあ、1人か2人かっていうのは分かんないんだけど、そうなってくると、その何だろうな、優秀か優秀じゃないかとかそういう理屈でもなくて、で本人はでもね、まあまあまあ僕は狙ってなかったからあれだけど、狙っている人がなるね、多分。狙えるものなんですね。うん、というかね、狙わないでなったと言ってる人は それは僕は嘘というかね、うん、なるほど。多分だよ、僕は狙ってないからわからないけど、で狙った人は狙ってないと、狙ったなんて言わないと思う。よくほらダイエットしてますかとかさ、あ、そういうことですね。そうそう、なんかあの女性もあるじゃない、なんかケアしてますか、何もしてません、嘘みたいな、裏ですごく努力をしているみたいな。そうだから努力してるのよ絶対。でただそこに居心地がいいか悪いかとか、自分の中で計算があるかないかとかっていうこととかでいくんだけども、だんだんですね、そういうのがあのそれ重要かみたいな話になってきて、で最初の頃はそもそもそういうことはあんまり考えないわけですよ。でそれがだんだんこの立ち位置が増えてきて、家庭と仕事のバランスとかね、男ですら考える、女性なんかはもうそれが割と明確に自分の人生の岐路っていうのがあるじゃない。まあ今随分変わってきてるよ、仕事を結婚したら辞めるんだっていうのは昔は普通だったけど、今はそんなこともなく、そうですね、子供生まれたから辞めるんかって言っても辞めてる場合でもないとか、その場合旦那さんがどのくらい手伝うのかとか、ほらだからさっきの話、今度男の人が家のことを手伝わなきゃ、まあ、いけないわけじゃないけど、そうやって、家庭を切り盛りしていくみたいな話だったりすると、本当にその会社としてやっていくっていうこと自体がそうなのかっていうようなことなんかを考えながらも、子供ができました、子供が大きくなっていきます、でやっぱり 収入が不安定になると、この子の教育どうしようみたいな話とか、いろんなことが重なってきて、40代ぐらいまではまあいろいろ考えるけども、本当にその今やってる仕事がどうなんだなんてあんま考えないでやるんだけど、50ぐらいになってくると、何が言いたいかと、お子さんの方向性もある程度分かってくる、まあもちろん子が個人差あるよ、だけどふと気がついた時に自分ももう30年近く働いている、さあどうしましょうみたいな、はい、っていう時に、まあ大きな会社でいたとしても自分はこのままいいんだろうかみたいな話とかで、現にそういう人がいるわけですよ。でだって15年間同じ仕事をやってきたけど、50を迎えてこれでいいんだろうかってやっぱり考えるんだね。でこれがこれね、その人の本、そのフェイスブックで紹介していただいてる人の本とかを実は読んでみたら、もう統計的にも出てるというか、ああ数字で現れてるんですね。結局そこにはほら、あの経験したことはないかもしれないけど、あの40代ぐらいまでがピークで、あの50代前半ぐらいでもう給料が下がってくるというかですね、役職定年みたいなのがあったりで、60歳になると一般的には定年っていうのがあったりして、でそこからもちろん再雇用ってのがあるんだけど、一気にやっぱりあの収入も下がってくるという。でそうなってくると、いろんな人が副業というか、例えば不動産投資
をやってる我々のお客様もね、やっぱり40代50代の人がうちのお客さんで多いのは何でかっていうと、そういうことを考えながらやろうとしてる。だから20代で不動産投資をやるって話と40代50代で不動産投資をやるって話も、その本人の中の位置づけも全然違う。でももしかしたらよ、今後は40代50代ぐらいから始めることを20代からやる人が増えていくと思うよ。ああ、なるほど。だって会社入ってこんなはずじゃなかった的な人が増えてるじゃない。で昔はさ、そうは言っても我慢して3年は我慢してとかさあったじゃない。だけど今我慢をしなくなったというよりも、本当にここにいたら報われるんだろうかってことが世の中の動きを見てると、なんていうのかね、いろんな選択肢があるんじゃないかってことに気づくわけですよ。例えば、レベルが高いところでいけば野球選手でメジャーリーグに行きたい、でも日本というところを通っていった方がいいのか、いきなり行けるっていう選択肢もあったり、それも、例えばプロゴルファーでアメリカで戦いたい、でも1年だけ経験しても行けちゃうわけよっていうような世の中、昔はさそんなこと考えもつかなかったみたいな。サッカー選手なんかもそうなんだろうけど、でとなると、でほら転職のコマーシャルあるじゃない、はい、リクルート、ダイレクトスカウトとか多いですよね。あとビズリーチとか、はい、要するに登録しておけば自分にオファーかかるってすごくない？すごいシステムですよね。すごいシステムなわけ。それが全てかどうか分かんないけど、それこそ野球選手の自分を評価されたいみたいな、自分の評価を聞いてみたいみたいな話とかが普通の20代とかがあって、でも転職市場になると今度20代30代の方がいいわけよ。そうなってくると、そこでどういうふうな風に物事を考えてたらいいかってことなんかも絶対出てくるから、そういうことなんかを考えるね。今の50代の人がいろいろなことを考えていくってのはもう当たり前なんだろうね。でもね、これがね60ぐらいでも転職でやっぱうまくやってる人もいるし、ものすごく個人差があるから、別に人なんかはっきりどうでもよくて、で自分が納得するような仕事っていうものなんかがやっぱ一番大事なんだろうね。だからそうなってくると本当にお金のために働いてるんですかって言われると、根本的にはそんなことないね。だけどその何を納得して、どうなの涼子ちゃんは、お金のために働きますか。最低限のね。そうですね、最低限生活レベルとか、はい、家を借りるためにはこのぐらい稼がなきゃいけないとかさはあるけど、それがクリアしたらどうなるの次は。それがクリアしたら、あんまり見えてこないんですけれども、趣味に走るとかですかね、そんなことなんか、人生をもっと楽しくするとか、ね、もちろん結婚するとかいろいろね、いろんな選択肢とか出てくるかもしれないじゃない、はい、それが考えられない時ってあんまり出てこないじゃない。そうですね、それがやっぱり文化的な生活というかね、国でいけば新興国でまだまだ貧しいからみんなでこう上り詰めようって時と、豊かになって、いろいろ自由も含めて責任もあるから、その中でどうやって生きていくかっていう、だから進化は、人類進化は絶対してるんだけど、あれだよね、その、悩みは尽きないというかね。そうですね、多分ね、いろんな指針をどのような形で自分の中で何を軸に考えていったらいいのかっていうのが多分いっぱい増えるというか、みんな持ってると思うんだけどね、みんな持ってると思うんだけど、それがどんな形になっていくのかなっていうのは楽しみでもあり、不安でもありっていう感じかな。でそれが50歳ぐらいになるともう顕著なんだね、多分。だって落ち込みの谷っていうことは、ね、自分でやってきた人生本当にどうなのかっていうことが一気に価値観が変わるというぐらいの50代っていうのは来るんですよ。そうなんですね、来る。親のことね、年老いていく親のこと、はい、子供がそろそろさあどうなるってこと、その時に初めて夫婦関係をもう一回見直すとかさ。ああ、なるほど。絶対あるんですよ。でもう一個衝撃的に言うと、男子のその寿命、独身の男の人の寿命、これちょっと根拠がね、ある人が言ってた話なんで、ちょっと調べたら多少違うかもしれないけど、日本だよ、日本独身の男性の平均寿命が67歳ぐらいだと。結構若いですね。普通ね、結婚男性の平均寿命、日本人81歳ですよ、男子67って言ったら14歳も、いかに男は寂しくね、そのままね
寿命が短いかと。女子関係ないみたいですけどね。あ、そうなんです、ね、そうそうそう。だからね、まあ、僕は男性だから余計言いたいんだけど、そんなことなんかも含めて50って結構様々だし、本当に応援したいよね。本当に応援したい。で、まだまだやっぱり人生長いから。そうですね、今の50代の方お若いですね。若いよね、だってね、はい、と思うとね、ぜひね、そんなことなんかも考えながらやってほしいなと思って、このちょっとタイトルをつけたというところですかね、今日はね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。